渡り、般若、伊予の力に被験する類まれなる腕を持つある弓取りの話だ。恐れた伊予は内常を呪われた地に閉じ込め、過去の悪行が繰り返されるという精神の拷問を加えていた。クロードは伊予の手から内常を解き放つべく出立する。クロードは道場で弓を見つける。にわかにクルム社の霊魂が姿を見せた。よく来てくれた。我が名は内常。般若の伊予によってこの国に囚われてしまった。はるか昔、我が弓は神の加護を受けた。伊予の呪いを解く者があるとすればこの弓に他ならぬ。般若の手下が来るぞ。我が弓を用いて退けろ。吉野家は呪いを受けたようだ。ついてまいれ。般若の呪いを解くぞ。内常はクロードを日吉の家へと誘った。内常はかつて古天狗と呼ばれる恐ろしい妖怪を打ち倒し、国を救ったと言われる伝承の弓取りであった。それゆえ伊予はわしを封じた。己の兵の力を高めるためわしの魂。日吉の湯は伊予の力を求める異敵どもに乗っ取られてしまっていた。今一度弓を手に取り、伊予の手下を消し去ってくれ。
この辺りは安全になった。しかし悪しき猛虎兵は宿にもいる。般若の力が弱まっておる。誰一人生かしておくな。伊予の兵はついに倒れ。
日吉の湯は静けさを取り戻した。来い、まだやらねばならんことがある。古天狗を殺した時、いつの間にか呪いがかけられていた。後もあまたの化け物をほふったが、わしの目は誠を映していなかったのだ。矢が貫いていたのは化け物ではなく人。これが伊予に気に入られたゆえんだ。この地に封じられたのは自業自得というわけだ。伊予の事実がかけられている。呪いを解き、わしとこの地を救ってくれ。常を取り戻すべく、般若の手下が次々に現れた。いざなめの言い訳。ひるむなよ、日吉の湯を救うのだ。勢の怒りは静まることを知らない。少しで呪いは解ける。クロードは日吉の湯と打ちつねからおぞましき呪いを消し去った。クロードよ、我が魂は自由になったが、まだ成仏するわけにはいかん。般若の悪人を止める術を見つけねば。クロードに救われた打ちつねは、罪を償おうと心を定めたのであった。